俺はここ2ヶ月ほど妻とセックスをしていない。いいって、本当も下手くそだし。すごいんだよ。またもやし。は？またじゃねえ。旅行行かない？香川。は？うどんの女子高生のプロットあったじゃん。あれに興味持ってくれた人がいてさ、絶対物にするから今回の企画は。なんで私が行くのよ。車がないと回れないからさ。え、大丈夫？うるさい、3年ぶりの運転なんだから。だいたい本当にここまで来る必要あったのかよ。ただ旅行したかっただけだろうが。お前我ながら嫌になるわ、もうこのバカさ加減。ねえ、喧嘩？喧嘩？もう宿行く。あ、ねえねえねえ、マッサージでもする？消えろ。言っとくけどセックスなんかしないからね。ほら、そんなこと言ってないじゃん。何見てんのよ。あー、ゴンさんっぽいわ。家族旅行も兼ねとくんやね。パパ頑張るって言ってたよ。ママその言葉に1000回騙されてんの。大体お前なんか本当は書きたいもんなんか何もなくて、ただ世に出たい、人に認められたいだけだろうが。だから周りと差つけられんだよ。もう一緒にいたくない、顔も見たくない、マジ死んでほしい。笑えて呆れて呆れて泣ける、愛憎渦巻く夫婦道。ママたち面白いね。このパパバカなんだもん。俺だって泣きたいよ。喜劇愛妻物語。俺頑張るから。